お腹へこましたくて腹筋あるけど首が痛い。下腹が気になって、レッグレイズやっても足が重くて動かせられない。だけどお腹は引っ込めたい。そういった方にぴったりな、万歳カエル足ウォークを紹介します。今回のメニューは、寝たまま足を動かすだけで、しっかり腹筋全体を使える。息をしっかり吐きながら行うことで、腹筋深層部である腹横筋を使うことができるんで、お腹をへこませる効果がものすごいあるんです。実際に私もこういう腹筋をしながら、腹部を引き締めました。腹筋メニューは、効果的に行うためには、お腹以外に力があんまり入らない方がいいです。まず寝た状態でスマホ見ながらでいいです。体を揺すって筋肉の緊張を緩めましょう。スタート。この時に腰をちゃんと床につけて、お腹をへこましながら体を揺らしてみてください。息は止めないようにしてください。はい、今ので腰があまり床につかなかったよって方は、お腹に力が入りにくかったり骨盤を起こす力が弱いので、まず腹部と腰を使っていきます。片足伸ばして片足曲げましょう。これでキープです。できればね、膝を伸ばした方がいいので、真上で伸びない場合はちょっと斜めでもいいです。腰を床に押し付ける感じです。息は長く吐きましょう。反対も同じようにいきましょう。まずこの骨盤を起こして腰床に押し付けるっていうことができないと、体のラインって整わないんで、これがねめちゃくちゃ大事です。これなしでいきなり腹筋やっちゃうと結構効かないんで、必ずね流れに通して行ってください。それでは少しずつやっていきましょう。まず万歳しましょう。足はカエル足。この状態で腰に隙間があったと思います。この隙間をたまにこのように足を少し起こして腰を埋める、緩めるということを繰り返しましょう。この腰に隙間が浮きやすい運動で腰を埋めれるっていうことが大事です。息吐きながら、それでは万歳カエル足ウォークやっていきます。今の状態で足をこのように動かします。できれば腰を床につけましょう。これがまず初級編です。いきましょう。お腹引っ込めながら、息はねふーっと長く吐いてください。長ければ長いほどいいです。床つけたまんまで頑張ってみて。はい、腰がやっぱり浮いちゃうなっていう人もこれやっていけば埋まってきます。腰の隙間埋まると反り腰治ってきますから、お腹も足もね早く細くなりますんで、続けていきましょう。はい、今度中級編です。ちょっと足をね浮かして動かしてみましょう。腰を床につけやすくなるけどきつくなります。いきましょう。スタート。できればバンズ。腰が浮いてる、辛いよーって人は手を前にするとねちょっと楽になります。上級編は足を曲げ伸ばしじゃなくて上下に動かします。息を吐きながらです。いきましょう。スタート。できればゆっくりね、腰が浮かないように上手に足を動かしてください。カエル足にしてるんで足の力が抜けてね、お腹にしっかり力がかかってます。今度は交互じゃなくて両足同じように動かします。腰床つけるためにね、手は上でもいいです。腰つきにくい人はね、こうやって体をこうしてもいいです。床をスリスリしながら足を動かします。はい、今
度は低い位置で足を動かします。難しいよっていう人は肘ついてね、こうやってもいいです。いきましょう。肘ついてもいいし、寝てもいいし、起きててもいいです。腰が床につけやすい方法でやってください。OK。 上級編は足開いて起きたまま足を動かしていきましょう。スタート。できるだけ体を起こして足をゆっくりね振ります。辛い人は寝ててもいいです。うおー、 OK。 今しっかりね膝開く方ばっかりしたので、今度は内側にね倒す動きをしてリセットしましょう。スタート。内側に倒します。動かさない方はね、ちゃんと固定しておいてください。ちょっと楽だよって人はね、体を起こしたまま行うと、ウエスト使えます。はい、OK。ラストはですね、足を上に上げましょう。このまま足で、外に丸を描きます。このようなイメージ。外に丸を描く。これで股関節周りを最後にリセットして終わりです。いきましょう。こういう感じ、ブラ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 ーっと外に開く感じです。股関節緩めていきましょう。はい、 OK。 今回のバンザイカイラシウォーク、初めから最後までやるとお腹を引っ込める意識がかなり身につきますんで、動画を見ながら毎日寝る前または朝一にやってみてください。やってみた人はコメントで教えてください。